ちょうど25年目の記念の同窓会、何か面白い企画考えんとな。見たの？見てねえ。なんでよ、私が困るわ。親の事故で転校した佐藤幸子を呼ぶっていうアイデアは面白いけど、手がかりもないし、そりゃ難しいで社長。ああ、もう無理っす社長。あのね、もし卒業して離れ離れになっても、私のこと覚えててくれてるかな。